三役の朝乃山、三役以上では初日からの勝ちっぱなしはこの朝乃山2連勝ただ1人という状況です。土俵は旭大星と霧馬山、陸奥部屋の霧馬山が初日左の上手を取ってからの上手投げ、昨日は内山本休場による不戦勝で2連勝です。旭大星との対戦、行司喜一郎です。引き落とし、旭大星の勝ち。3連勝はなりませんでした。解説、この霧馬山と同じ陸奥部屋で、指導していらっしゃいます松田山さんですが、松田山さん、はい、今日はなかなか、まあまあ、押していこうかなという体勢でね、はい、行こうとしたんですけどね、上体だけが先に行って足が全然出てないんですよね。これは押していこうという狙いなんですか。そうですね、やっぱりこう低く低く当たってこう押していこうとしたんですけどね、はい、足がもう全然出ませんね。はい、はい、まあ、今場所休場になりましたが、横綱鶴竜がですね、はい、陸奥部屋に移籍してきて、はい、霧馬山をこう一緒に稽古に連れて行ったりしてですね、うん、そうですね、まあ、部屋でもね、霧馬山やってる時にその横綱が来てね、はい、胸出してくれますからね、うん、その辺りはだん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 強くなってくると思いますよ。霧馬山の意識の部分もだいぶ変わってきたんじゃないですか。まあね、やっぱり幕内ね、はい、三役大関横綱とは全然この、なんていうんですか、そのスピードも違うし、はい、体格も違うし、圧力も違うと全て分かってくるんじゃないでしょうかね。稽古先でも丁寧にこう霧馬山に教える姿が確認されていましたが、鉄砲一つとってもですね、はい、しっかり鉄砲を打つんだというシーンですね。そうですね、まあ、本当にいい手本ですよね。そうですか、はい、まあ、残念ながら今場所は休場になってしまいました、まあね、怪我を早く治してね、頑張ってほしいですね、はい、で今映っている旭大星は先場所に続いて初日からの3連勝、体がだいぶこの旭大星も新十両の頃に比べると大きくなってきました。今151キロ、新十両の時に比べると24キロ体重が増えました。十両に上がった頃はちょうど霧馬山ぐらいの体格でしたが、はい、それが今はもう小兵力士ではありません。旭大星、今場所はだいぶこの押しの圧力が相手に伝わっているんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、なんていうか、どしどしっていうんですか、はい、重みがあるっていうんですかね、そんな感じを受けますよね、はい、3連勝です。